1947年4月、ペーター・パウル・メルカーは、ドイツの軍人。ナチス・ドイツの時代、新衛隊の隊員としてブルヘンバルト強制収容所、付属収容所、グストルフ・ベルケで所長を務め、敗戦後に戦犯として裁かれた。最終階級は、新衛隊総長。メルカーは1939年9月から、ブルヘンバルト強制収容所に配属された。当初は、 監視として勤務し、ブロック長を経て1943年10月から1945年2月27日まで、付属収容所、グストルフベルケの所長に就任した。グストルフベルケは、バイマルにあり、兵器製造を行っていた。敗戦後、ダッハウ裁判における、ブーヘンバルト主要裁判にて先般として起訴された。1947年8月14日、 収容者に対する虐待を実行あるいは指示したとして、メルカーのブーヘンバルと強制収容所の業務への参加、及び援護が認められ、これに対し公式刑が宣告された。しかし、後に、懲役20年へと減刑され、1950年代末までには、ランツベルク先般収容所から釈放された。以後の消息は不明。ありがとうございます。